はい、皆さんこんにちは、畑公雄です。レッツボトムアップ。はい、今回はですね、ボトムアップ思考型の中でですね、憧れの人っていうテーマでいこうかと思って。憧れの人、皆さんどうですか？憧れの人いますか？やっぱりこう目標とする憧れる人、やっぱりこういう存在がいるといいですよね。目標っていうのはただ単に、例えば、勉強の中で、100点満点の中で、ね、80点取ろうっていう、そういう目標だったりとか、もしくはスポーツの中で陸上でね、例えば 100m のタイムを、13秒で走りたいというように目標を持ったりとか、やはりスポーツの中でも、まずはこのチーム、まずはそこにどういうふうにしたら勝てるか、もしくは広島県の中でベスト8を目指そうという目標だったり、この目標があるとそこに向けて何をしたらいいかっていうのが、見えてきますよね。目標がないよりは目標があった方がね、やっぱりゴールっていうのは一つのキーワードだと思いますね。そしてそのゴールに到達すればまた新たな目標を作っていくというような形で、も数字的なことだけでなくて、人の憧れ、人の目標みたいなのも、これはボトムアップ思考型に言うとものすごく大事だと思うんですよね。で、憧れの人っていうのは要はね、シェイカーと思うんですよね。要はあなたのシェイカーは誰ですか？シェイカーというのは、ドリンクとかでこうシェイクするじゃないですか。いろんなものを足していきながらこう混ざり合っていくっていう、そして美味しいものを作っていく、ですからこういうふうに自分にとって、憧れの人、そこに向けてなんていうかな、シェイクしていくというか、そして新たないいものをこう作っていく。で、結局僕も恩師の浜本俊勝先生っていう方に小学校2年生の時に会って、その憧れの人、シェイカーがやっぱりいなければ、今の自分はなかったなと思うんです。どうですかね、皆さんも振り返ってみて、今までの人生の中で、ああこの人に出会えたとか、この人を見本としてやっていったと、で今でもそうかもしれない、この人がっていうね、だからその憧れの人がいるかいないかって大きいですよね。あなた憧れの人いますかって、いませんっていう人を見てみて、どうかな、すごく大成されてる、器が大きくなってる人っていうのは、さほどいないと僕は思います。やっぱり何がしろその憧れの人、それは最初はお父さんかもしれない、お母さんかもしれない、お兄さんかもしれない、身近な人ね、でそこを少し分析してみると、一つは心を揺さぶる存在、その人に出会うこと、その人を憧れることによって自分の心、ハートが揺さぶられる存在、これ大きいですよね。これは憧れの中でも、例えば、結婚もそうかもしれませんよね。恋愛もそうかもしれませんよね。この人っていう、この人に出会うとなんかワクワクしてくるとか、なんかこの人いるとウキウキしてくるとか、そういう存在の人がいるかいないかってすごく大きいですよね。ある意味パートナーでもいいと思いますね。パートナー、これいいパートナーってものすごく大事なんですよね。パートナー、この人といるとこう相乗効果になっていきながら、非常に何ていうかな、力がこう発揮される、心を揺さぶれる存在。まず心の揺さぶれる存在を皆さん今一度こう振り返ってみて、見てください。2番目、魂を揺さぶられる存在、どうでしょう。魂、心とはまたちょっと違う、ソウルとも言いますよね。やはり物事なんかを戦う上では、この自分の奥底のこの魂がなんか、なんていうかな、燃え盛るというか、いうような存在の人で、そうなってくるとね、魂を揺さぶられて、魂を燃えるように持っていこうとすると、そのやはりパッと見た中で、あ、この人魂がものすごく燃えてるなっていう人にやはり近づくと、自分も魂燃えてきますよね。例えばよく冷める人の近くに行ったら気持ちも冷めるじゃないですか。せっかくなんか会議で盛り上げてやろうよっていうような時に、一人二人が全然モチベーションが上がらなくて、もう全然自分の魂が動いてないような人がいる会議って、会議自体も冷めてくるんですよね。でもよしやるぞとかね、この戦い行くぞっていう、例えばサッカーでいうと、ね、グラウンドでやるのは11人だけど、その中に自分以外の10人がもう魂が燃え盛るような気持ちでね、よっしゃっていう中でメンバーに入っていくと、自分の魂も揺さぶられてきますよね。
じゃあ憧れの人で魂を揺さぶられる人は誰なのか、またこれも一つ皆さん、見つけておいてくださいね。そして一緒にいると頑張ろうと思える存在、この人といると、この人でいるとなんかこうワクワクしてくる、この人といると力が出てくるっていうキーワードですよね。これは本当短くでもいいんです。その非常に高いレベルっていうわけじゃなくて、お仕事にしてもチームですよね、こういった憧れの人を見つけておくっていうのもすごく大事な、これが3つ目のポイントとかですね。次、その存在から元気をもらえる、もう要はなんかその人がいるからこそ自分が頑張れるみたいな、憧れの人、でこれは目の前にいる人じゃなくてもいいんですよ。これは本当にブラウン管の向こうにいる人だったりとか、雲の上の存在の人でもいいんです。なんかその人の存在があると元気がもらえるっていうような、そういうような人がいるとすごくいいですよね。例えば僕で言うとですね、例えば明石家さんまさんとか、ビートたけしさんとか、志村けんさんとか、ものすごくいい言葉をねこう発信してて、ブラウン管の中でこう頑張ってる姿をこう見ると、なんかその人を見てて、その人の存在がいるからこそなんか自分も元気がもらえる。例えば志村けんさんが例えば亡くなられた時には、なんか自分がその人がいるとパワーがもらえてたのに、おられなくなるとなんかパワーが落ちてしまうと、でもその後にいろんなテレビで、またその特集とかやって、その人の存在をなんかイメージしていくとまた元気、そういう方もおられるとすごくいいなと、憧れの人でね。で最後に、作品から影響を受けるっていう、こういった存在です。シェイカーです。作品どうでしょう、こういった音楽を聴いたらとか、こんな映画を見たらとか、自分の心、それこそ今何個か言いました、心魂がこう揺さぶられるというか、その作品、そういったものが頼れる人がいるっていうとことが、ものすごく僕ね今からのねパワーになると思います。だからすごくこう自分の気持ちがこう落ちてきた時とかですね、自分の気持ちを上げなきゃいけない時、でも自分ではなかなかなんていうかな、燃え上げられない時っていうのは、憧れる人っていうところをピックアップしている人をやはり思い出したりとか、そういうものを見たりとか聞いたりとかすると結構パワーが出て、だからそういうのをですね、プラットフォーム、自分のねプラットフォームの中に入れとくんですよ。はい、もう一回言いましょう。心を揺さぶられる存在、そして魂を揺さぶられる存在、一緒にいると頑張ろうと思える人、そしてその存在から元気をもらえる、そしてその作品から影響を受ける、こういうシェイカーが自分の中にあると、いざ自分がネガティブになった時とか、うまくいかなかった時に、今一度もう一回上げてくれる、そういったものを持っておくっていうのが大事です。だから、そういった憧れる人、シェイカーをぜひ皆さんもどん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 作って、自分の中に持っててください。そしてその時に合わせて心、魂、作品、苦しくなったり前に前進できなくなった時に、そこを思い出したり見たりしていきながら、そこが必ず皆様のパワーになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、今日は憧れる人、あなたのシェイカーは誰ですかっていうテーマで、5つほどポイントを挙げていきましたので、ぜひ、イメージして、やってみてください。きっと苦しい時でも頑張っていけると思います。はい、では今日はね、この辺でお話をね終わろうと思います。レッツボトムアップ。